どうも、くつろぎです。今回は高台の建築をやってみたいと思います。まずは高台の上にどれくらいの大きさの家を作るかっていうのを考えておくと建築が楽になりますね。まず高台建築を作る場合は上にどんな家を建てるかっていうのを考えておくっていうのが大事ですね。それに加えて高台をどれくらいの高さに仕上げるかっていうのもイメージしておくと作りやすくなりますね。さらに付け加えて言うと、高台自体の柱とかの装飾をどう仕上げるかっていうのも面白みの一つかなと思います。というわけで草ブロックを6個積んでいきます。今回は6ブロックの高さで作るっていう感じですね。それを起点に縦に17ブロック、横に19ブロックの枠を作っていきます。これが今回の簡単な土台ですね。この上に家が立ちます。で、中も埋めます。そしたらこの外枠の部分を多くの原木と入れ替えていきます。下と同化しているのがちょっとわかりづらいんですが、まあこれで少しわかりやすくなるかなと思います。今回はこれぐらいの大きさの上に家が立ちます。簡単な土台ができたので次は家を作っていきたいと思います。家の大きさを考える上ではやっぱり土台に対して合ったものじゃないと不釣り合いになってしまいますね。それと今回の建築はサバイバルでもある程度作りやすいものというのをテーマにしたので、後からでも増築が可能な簡単な家にした方が無難かなと思います。今回は横が13、縦が9ブロックの家を作ります。まずは多くの木材を横13、縦9ブロックで囲っていきます。奥側1マス、左右2マス開けている感じですね。で、その上に白樺の木材を2個ずつ積んでいきます。今回の建築は以前に投稿したものを使っているので、細かい部分わかんないという場合はそちらを参照していただければと思います。で、柱を立てて、その上に多くの木材を並べていきます。こんな感じですね。で、次は多くの階段を並べていきます。今置いた多くに対して並べると。奥側と手前側。これで三角屋根を作ります。で、屋根の土台ということで白樺で足場を作ります。この足場に対して階段を並べてつなげていきます。で、頂点はハーフブロックを使います。で、外側の部分は白樺の階段を使って模様を入れていきたいと思います。1ブロック突き出た感じで作ります。で、内側の部分、角を取るような感じで階段ブロックを入れていきます。で、左右も同じで、1ブロック出るような感じで白樺の階段を置いていきます。よしと。で、ハーフブロックですね。で、同じ要領で角を取るような感じで置いていきます。階段ブロックを置いていく、そんな感じですね。反対側も同じですね。というわけで入り口の部分簡単に装飾をしていきます。今回は多くの階段と多くの木材を使ってちょっと小さめな屋根が入ってる風みたいな感じですね。で、階段で簡単にもう少し凹凸入れてみようみたいな感じです。で、フェンスを入れると。全く同じものを作っているのであれですが、ちょっと駆け足にはなりますね。で、階段の上にハブロックを置いていきます。あとは木のボタンと多くのトラップドアを置いていきます。右側の部分も同じ要領で階段を置いてハブロック。で、背面に入って背面も多くのトラップドアですね。で、間に対して木のボタン。で、上側が少し寂しいなということで多くの看板を置いていきます。こんな感じで。で、今度は側面をやっていきます。側面も同じですね。原木を置いて、上の部分、多くの木材を置いて、その木材に対して階段を置いていきます。で、奥側にも階段を、上下、上下、みたいな感じで模様入れですね。で、多くのトラップドア。まあ、装飾の部分なので、お好みでの部分も強いですが、フェンスを入れていきます。反対側もやっておくと。で、大体家が建ったので、この左側の原木と同じ長さまで10ブロックフェンスを置いて、あとはぐるっとフェンスで囲っていきます。これでおおよそ簡単な土台ができたっていう感じがしますね。次は家への経路を考えてみたいと思います。単純に今回は高台建築なので、どうやって家と地面をつなげるかっていうのが面白みポイントですね。で、今回は6ブロックの高さにしてるんですが、その高さとの折り合いも考えると面白いですね。
今回は階段を使って地面と家の場所までつなげていきたいと思います。で、今回は少し突き出しを出そうということで、草ブロックを5ブロックずつ置いていきます。で、これをつなげて土台を延長しようと思います。なので原木を草ブロックと入れ替えます。で、中も埋めていきます。で、あとは同じ要領で原木で外枠輪郭を作ろうということで、で、フェンスもつなぎます。で、この部分から階段を作ろうと思います。これで地面に行こうということですね。ただ今回そのままストレートにバーっと伸ばしちゃうと、屋根よりも目立っちゃう階段感が入ってしまうなーというのがちょっと問題かなと思ったので、ちょっと階段を緩くしようと思います。 3×3 の踊り場みたいなのを作ります。で、階段を伸ばしてこっち側にも 3×3 の草ブロックを置いて踊り場風ということで、これでちょっと上の家よりも目立たない階段になるかなと思います。で、手前側に今度は階段を伸ばして、ちょっと曲がった屋根というか曲がった階段ですね、階段にしようと思います。まあ、こんな感じでどういう風に上に行くかっていうのがポイントなのかなと思いますね。今度は原木を使って階段の手すりと言いますか、下に落ちない用のための模様というか装飾をしようと思います。原木を並べていくだけですね。で、こっちの階段の横左右も足していきます。よし、まあ、同じ要領ですね。まあ、落ちないようということで原木を足していきます。で、柱とつなげて、で、あとはフェンスで手すり風というかそんな感じで仕上げようと思います。反対側もこっち側もですね、伸ばしていきます。これでおよそ階段ができましたということで、今度は簡単な上の土台に対して地面をつなげようということで、多くの原木で柱を立てます。単純に四隅と言いますか、一番外側をということですね。なので入れ替えます。こっちの角っこもですね、いつもみたいに全体の大きさはここで原木はここですってやっちゃうとめんどくさいかなと思ったので、下からつなげた方が、上からつなげた方が楽かなと思います。というわけで、おおよその形が見えてきたので、今度は高台の装飾をしていこうと思います。どうしても高台を作っている都合上、下にスペースが空いてしまうので、それをどう解消するかっていうのが醍醐味かなと思います。それとやっぱり柱が目立つ建築になってしまうので、柱をどう装飾するかっていうのもポイントになりますね。じゃあどんな感じでスペースを処理するのかっていうと、おすすめなのは畑、飼育場ですね。馬とか牛とかですね。あとは単純に家にしてしまうっていうのもありますね。もう一つ加えるとするなら、高台があるので水辺に作っても面白いかもしれませんね。というわけで柱を適当な間隔で入れています。まあ5ブロック隙間空けた感じですね。で、この階段の場所、ここも飛び降りちゃうので、ここも埋めておこうと思います、フェンスで。ただ1ブロックずれていましたということで調整します。まあ帳尻合わせということですね。フェンスを入れます。これで正面から見た時に落ちない感が出ますね。で、左右と合わせて柱を入れていきます。奥行きと合わせてですね、まあ、こんな感じ で、あとは2ブロック隙間空けて3ブロック目の場所から原木を足すと、で、距離感合わせようということで原木をさらに柱として、これもまた1ブロックずれてますね。まあ、こういうこともありますね。今回は高台の下に小さな納屋みたいな、今回はざっくり畑にしちゃおうと思っているので、まあ種とか入れるだけのスペースを作ろうと思います。まあチェストだけですね、倉庫みたいな。まあ、なのでどうせ畑にしてしまうので、もっと大きくしたいっていう場合は大きくすればいいと思います。なのでこの部分を家館にしようということで、多くの木材を入れていきます。まあ、こんな感じですね。で、ちょっとあまりにも狭いなということで、まあちょっとのっぺりしちゃうんですが、こんな感じで入れようかなと思います。まあ、この部分どうせ畑になるスペースなので、多少大きくても小さくてもいいみたいなとこはありますね。
で、この奥の木材に対して白樺の木材を足して、上の家との折り合いをつけようと思います。こんな感じですね。やっぱり狭かったということで、奥側のこの柱と距離というか、ラインを合わせて柱を増築ですね。で、それに対して同じデザインで原木を伸ばしていきます。同じラインですね。で、あとは同じ要領でフェンスで増築。まあ、あんまりにも狭かったので、同じ要領で多くの木材で囲って、で、潰して。で、あとは白樺ですね。白樺の木材を並べていきます。で、原木で繋いでいきます。まあ、これで小さな家ということで、スペースを省略しようと思います。こんな感じですね。よし。ただ、ちょっとあまりにものっぺり感が激しくて、この柱が入ってる感が見えないかなと思ったので、凹凸入れて、柱が入ってる感の隙間というか、段差というか、凹凸みたいな感じで入れたいので階段ですね。で、あとは階段を少し整えようと思います。余分な原木削って、多くの階段と入れ替えてみます。で、ちょっと寂しいので簡単な装飾ということで木のボタンを使ってみます。木のボタンはちょっとやり込み感が出ますね。で、こっち側も帳尻合わせということで。で、今度は柱がやっぱり長いので、支柱感出したいということで、丸石を一番下の部分だけ丸石と入れ替えます。まあ、磨かれた安山感とか、そういうのでもいいですね。まあ、お手軽にということで。で、今度は柱を装飾していきます。まあ、どうしても柱が目立つ建築なので、このつなぎ目の部分ちょっと隠したいと思ったので、多くのトラップドアで、こう接続してます風な感じで装飾してみようかなと思います。まあ、あとは同じ要領でですね。まあ、全部同じデザインでいいだろうということで、多くのトラップドアとボタンですね。今回はボタンいっぱい使ってみようかなと思います。ちょっとボタンをたくさん入れると、作り込み感が演出できるんじゃないかっていうのが、ちょっと思ったので、やってみようっていう感じですね。まあ、とはいえ今回の建築は少し、こう、なんて言うんでしょう。90度感っていうんですかね。ズドーンって柱が入りすぎてんなーっていうのが、ありますね。まあ、なのでちょっとボタンをいっぱい入れたら、ゴツゴツ感が出て、90度でも許してもらえるかなという目論みですね。まあ、回収できているかはちょっとあやふやですが、まあ、同じ要領で全部トラップドアとボタンで装飾していきます。ただどうしてもこの90度の柱が気になるっていう場合は、だいたいやるとしたら自分がやるんだったらフェンス入れるか、角に階段入れてみて丸みを出してみようとか、かなというとこですね。今回は上側にフェンス入っちゃってるので、フェンス入れるのもなぁということで、ゴツゴツ感ということでごまかそうと思います。まあ、やっぱり90度が気になりますね。まあ、こういう気になったと思った部分を、まあ、改造アレンジしてもらえればと思いますね。よし。あともうちょっとで、このボタンも感覚適当ですね。まあ、適当で大丈夫ですね。おおよその外観の装飾も済んだところで、今度は遊び心の要素を加えてみたいと思います。まあ、建築を作るぞってなった場合、結局見た目を重視するのか、効率的な感じというか、実用的なものを目指すのかっていうのでだいぶ変わってくると思うんですが、今回は見た目重視ですね。で、まあ、遊び心の要素としては、結局スペースがいっぱい余ってるので、まあ、どうやってスペースを埋めるかっていう高台の部分と一緒ですね、高台下と。まあ、ちょっとした工夫入れて、アイデア足して、オリジナリティっていうのを追求するのが面白いなと思います。今回は水を使ってみたいと思います。というわけでこの部分を削って畑にしようと思います。この部分を。で、ここをちょっと等間隔にして上から水を下にゾーンと落として、で、下側を水路にしようと思います。まあ、下のラインと合うように確認しながら掘ると。で、ここから掘れば大丈夫ですね。とりあえず L 字に
掘っていこうかなと思いますね。で、穴開いたので、水を入れていきます。そう、先に水路掘らないと水が変な方向に行っちゃうので、先に掘っといた方がいいですね。下側の部分を。で、あとは畑にしようということで、耕していきます。まあ、こんな感じで、今回は小麦と人参でも入れてみようかなと思います。まあ、こんな感じでいいかなと思いますね。まあ、困ったら畑でいいかと。まあ、花でもいいんですが、まあ、成長要素があった方が、彩りがあっていいのかなと。で、L 字型にして、ここも全部水流しちゃおうかなと思います。で、手前に少しだけ伸ばして、畑があるんだーって外からわかる感じにします。で、水路ですね。まあ、こんな感じで。で、あとは、これに沿って、水路に沿って、耕していきます。割と大きいですね。で、外側の部分、輪郭の部分に光源入れていきます。まあ、3マスごととかでもいいんですが、今回は大胆に全部ですね。まあ、こんな感じで。ただちょっとこの角の部分の明かりがちょっと怪しいので、まあ、水路の部分にも軽く明かり入れておきます。で、光源を隠そうということで、松のトラップドアを使ってみます。まあ、カーペットでもいいんですが、まあ、今回は大胆にということで、ぐるっと囲っていきます。まあ、使いやすいんでね。で、明るさが整ってないと育たなかったりっていうのがあるので。で、この辺がまだまだ怪しそうだということで、ランタンで補助役ということで。で、全部植えたということで、正面の簡単な装飾をしようと思います。まあ、草ブロックを置いて雰囲気付けっていう感じですね。この部分は湧きそうですが、小麦ブロックを置いてでいいですね。まあ、こんな感じで装飾ということでいいかなと思います。で、あとはランタン入れて、明かりの調整ですね。まあ、今回全部の明るさチェックをちょっと怠っているのがあって、ちょっと怪しいですね。でも、およそこの部分に入れれば、この部分が相当怪しいですね。なので、耕すというか、掘り返しておきます。まあ、こんな感じでいいかなとも思うんですが、もうちょっとインパクトが欲しいなと思うので装飾を加えます。ちょっと高台の部分がゴツゴツ感を出したので、屋根がちょっと平坦だなと思ったので、ちょっとだけラインを加えて、こう、ゴツゴツ風な感じで折り合いをつけようかなと思います。まあ、こんな感じですね。というわけで今回の高台建築完成しました。今回の高台建築のまとめとしましては、まずは高さを決める。で、高さを決めたら土台を簡単に作る。で、その上に家を作る。土台の大きさが決まったら、今度はどうやって地面と上をつなげるかっていうのを考えると。で、あとは柱を足して、高台下をどう埋めるかっていうのが面白いポイントということですね。ご視聴いただきましてありがとうございます。次回も建築動画を上げていきたいと思います。ではまた。